よう、このクソ暑いのに随分熱心だな。薪割り、はかどってるか？俺はやりたくないって言ったのに、無理やり誘われたんだよ。しょうがねえだろ。他に付き合ってくれそうな奴がいねえんだから。月島爺は和武と一緒に情報集めに行っちまってるしな。他の連中は論外だし。和也の奴はどうしてるんだ？今朝から見かけないけど。どうせ何を聞いても答えるつもりなんてないだろうしな。あいつなんであんなに強気なんだろうな。十騎衆から外されたらはぐれようにも同然だぜ。やっぱり徳川家と密約でも交わしてるんじゃないのか。天下取りの手伝いをすれば一族の安泰を約束するとかさ。もし次の天下人とそういう密約を交わしてるんなら、鬼の関係もはぐれ鬼も関係ないもんな。これこれ、お前たち滅多なことを言うもんではないぞ。誰しも簡単に明かせぬ事情というのはあるものじゃでの。俺たち十騎衆の仲間にも明かせねえ事情って一体なんだよ。そうじゃの、例えば。例えばこの痩せの里を滅ぼして鬼の力を徳川家に献上するつもりなのかもしれませんね。何、それは本当か？和也がそのような怪しい動きを見せておったのかの？ええ、ここに来たばかりの頃、何に使うのやら痩せの里の絵図面や八角堂の見取り図を書いてどこぞへ送ったりしているのを見かけましたから。まあそれはただの冗談ですけど。こういう時につまらねえ冗談言うんじゃねえよ。本気にしたじゃねえか。おや、それは残念。こういう時こそ笑いと心の余裕が必要だと思ったのですがね。たく、驚いて損しちまった。汗かいちまったし、血と井戸まで行ってくる。待てよ千歳、俺も行く。それでは我々も行きますか。また後ほど。五大老徳川家康の命令で上杉征伐が正式に決定したとのことだ。次の天下人になるかもしれない家康が主導の戦だからな。覚えをめでたくしたい大名は
無理をしてでも兵を出すだろうって見込みらしい。それに上杉が潰れれば120万石が分配されるってわけだ。予想通り、かなり大掛かりな戦になりそうですね。まったく、人間の欲には際限がない。どうした？何でも故郷から手紙が届いたらしくてな。部屋でそれを読んでるはずだぜ。お嬢、夕飯の支度を手伝ってきてくれんかの。手が足りんらしくて。さあ、飯だ飯だ。ここにいるとこれだけが楽しみになっちまうんだよな。お、千鬼丸、魚が残ってるじゃねえか。好き嫌いはよくねえな。食えねえんなら食ってやろうか。バカ野郎、やめろって。残してるんじゃなくて後で食うつもりなんだよ。まったく意地汚いですね。他の者の食事に手をつけるなど言語道断です。っておい、しれっとした顔で俺の膳に箸を伸ばすんじゃねえ。あんたら本当に一族の棟梁なのか。千鬼丸の言う通りだ。お前たちは一族を代表してここに来てるんだから、恥ずかしくない行動を心がけろ。そうは言っても、そもそも千鬼丸と我々では扱いが違うはずでしょう。それはつまり俺がチビだって言いたいのか。あ、そうなんだな。ちくしょう、俺だってあと数年すればな。お前も乗せられるなよ。ただでさえ少ないのにこれ以上減らされるなんてごめんだぞ。ほれ、お前たち、醜い争いは許さんか。それでも各地の鬼を代表する十騎衆か。いやいや、仲が良くていいことではないか。千鬼丸も港すっかり打ち解けたようじゃし。こら、俺の魚を返せ、畜生。あの賊の正体を突き止めたらすぐにでもここを出て行ってやるからな。そういや、和也はどうしたんだ。姿が見当たらないが。食いたくねえって言ってんだから、ほっときゃいいだろう。もう、俺たちの仲間じゃないから、一緒に飯を食う必要なんてねえって思ってるんじゃないか。そういうわけにはいかないだろう。里を出るときは一言残していくように決められている。飯を食い終わったら近くを探してみるか。どうだ、いたか。
こっちも空振りだ。どこに行っちまったんだろうな、あいつ。なんだ、何か思い当たることでもあるのか？この間みたいに家康に会うため伏見城に行ってるかもしれないってことか？何の根拠もないのに決めつけるな。まだはっきりしたわけじゃないんだ。この痩せの里を出るときは一言残していくようにって取り決めがある。あいつもそれは知ってるはずだ。何言ってんだよ。和也のやつが律儀にそんな決まりを守ると思うか？十騎衆から除名されても構わないって言ってるやつだぜ。なるほど、和也は伏見城に行っておるかもしれんのじゃな。悪いが、俺は三成のところに行くことになってるから、協力はできそうにない。そういうわけで、明日は早く出かけるから、今日はこれで休ませてもらう。すまないが、俺も手伝えねえ。明日からちょっと、里の外に出かけなきゃならねえ用事ができた。長いこと里を開けちまってるから、一族の連中がちゃんとやってるか連絡してみようと思ってよ。それは明日やらねばならぬ要件じゃないだろう。いや、まあ、いろいろ準備があるんだよ。向こうも大変かもしれねえし、俺半年も国に帰ってねえんだぞ。私も明日用事ができたので外出許可をください。そうですね、私も郷里に連絡をしたいということにしておきましょうか。おい、てめえ真似してんじゃねえよ。真似？真似と言いましたか？どの口が真似と言ったのですか？お前たち何を勝手なことばかり言っている。十騎衆を何だと思っているのだ。まあまあ、そう怒鳴らんでもよかろう。短期は損期というではないか。彼らを止めることはできんじゃろう。無理を押し通せばますます結束が乱れるじゃろうしな。和也探しは明日以降じゃな。手が空いているものだけでやればよい。お前たち用事を終えたらすぐここに戻ってくるのだぞ。おう、わかってるって。留守番を頼みましたよ、皆さん。遅くなる場合は連絡しますから。
こんなところにいたのかよ。姫の様子はどうだ？じいさん方が今後のことについてお前と話し合いたいんだってさ。言ったらどうだ？八瀬姫がこんな状態だってのによくほったらかしにして里を出ることができるよな。はぐれ鬼の俺だってあんな真似できないぜ。八瀬姫の危機だってのに知らん顔のあいつらとここに残ってる俺、本当に鬼らしいのはどっちなんだろう。どうした？まさか意識がないのに涙なんて流すはずないだろう。見間違いじゃないのか？